たアーティストについて話してみようかなと思いますが、どっちかな体調かな。XJAPAN がやってたのがいるんですけど、もう XJAPAN 大好きなんですよ。はい、インディーズ時代の CD も売ってるし、メジャー行ってからももちろんライブも行ったし、うん、って感じです。グレーも好きなんですよ。おサインが、グレーのサインが、モノモノサインが、スタル以外も聴いてるし、海外だとレッド・ゼッペリンとかブラック・サバスとか、うん、私のお父さんがレッド・ゼッペリン好きだったんですけど、その影響でハードロック聴き始めて、バンドやりたいなと思って今に至るっていう感じですね。お父さんの影響で言ったらプログレーで、ピンクフロイドとか、かっこいいですね。そう、だからちょっと最近のアルバムではちょっとブルースっぽいギターを弾いてみたりとか、うん、クリーントーンでやってみたりとか、メタル以外の何だろう影響もありますね。最近の、メタルバンドでちょっといいなって思ってるのはパワーウルフ、ドイツのバンドなんですけど、パワーウルフとビクトリアスがいいなって思ってます。入った頃は僕聞いたらアイアンメイデン、ソナタっていうかジャンヌダルクあたりかなみたいな印象強かったんですけど、そのアイアンメイデンももちろん好き、ジュダスも80年代はほとんど、そうそう、今日 T シャツよく見えないけど、戻り行く、戻り行くか、戻り行くで、ペンダントも戻り行く、へぇー、バッチはね、バッチなんですよ。へぇー、LA メタルもすごい聞いてました。そうか、まあ私もなんかいろんなバンドの曲をコピーバンドとかカバーバンドとかやって、でいろんな手数とかを覚えていった感じなんですけど、もちろんあのね X とかグレーとかは一通り弾きますよね。かっこいいなって弾いて、弾いてはいますね。あとは世紀末がすごい好きで、もう気づいた時には解散してたんですけど、解散してからいろいろ聴き漁ったらすごいかっこいいし、見た目は奇抜ですけどね、言ってることは結構あのグッとくるみたいなところが、確信もついてるみたいな、そうですね、ところがあって、なんかめっちゃ癒されてたんですね。癒されて世紀末に癒されて、あの演奏はそこまでやってないんです。世紀末の曲をやるとかはそこまでやってないんですけど、聴くのが世紀末好きですよね。演奏的にはシャムシェードのコピーバンドとかやってますね。日本のね先駆けのビジュアル系ではないかと、あのビジュアル系とも言われるけど、それともそうですよね、 J-ROCK、 J-ROCK の、なんか最初の方は結構ビジュアル系だったかもしれないけど、だんだんあのメタルとかハードロックとかの純粋な方に行ったバンドなんですけど、手数とかはシャムシェードの淳二さんの手数とか結構大学の時とかにやってたんで自然に出ちゃう時がありますね。あと海外のバンドだったらシステムオーバーダウンっていう、結構そんなに10年ぐらい前ですかね、流行ったの。なんかそのバンドのカバーバンドをやってたので、メタルだけどまたフェイトリアとは別のジャンルのメタルみたいな感じのやつをコピーバンやったりとかしてますね。影響受けたバンドだってここにだから飾ってあるビジュアル系バンドさんは割と見に行ってるからさすが。それこそここだとベルサイユさん、ユナイトさんもいた、ユナイト、ゲールジュエル、あとそっちにあるマテンドオペラ、モッカも行ったし、メジも行ったし、もう割と行ってますね。本当にずっと初めて買った CD がここにも見に来たんですけど、イグジストレーズなんで、もう中学生ぐらいからずっと追っかけしてて、そうなんだね。5年くらいはもうワンマンはほぼ通ってましたね。うん、そうなんだね。あとだからマテンのオペラとか私やって、マテンのオペラとのキーボードのあやめさんと
もうソナタアクティカの、ね、ヘンリクさんが対談してたっていう記事を見てソナタを知ったんですよ。だから海外アーティストだとやっぱソナタアクティカからちょっとずつ影響を受けてヨーロッパに聞いてきた。コピー版でやったのはイングウェイとか。あ、意外に実はやってた表に出してなかったですけど、シンゴニックメタルに走りましたが、ロイヤルハントとか来日した時は速攻でライブ見に行きました。それこそフェイトギア入って、いろんなメタルバンドを聴くようになったのが大きいかも。体調にいろいろバンド聴きましたみたいな。いろいろ教えてもらったりも増えた。そうなんですね。父親が割とメタル聴いてたので、そこからもいろいろ聴いたりとかします。あ、ロックバンドとかってそんなにちっちゃい時は聴いてこなかったんですよ。うちの場合逆にあの両親そんなにロックバンドそうハマってたとかもなくって、だけどやっぱ学生の時に友達が最初やっぱグレーにハマったのかな。あ、そうで、ルク・アンシェルとかさ、もう大御所のバンドさん、世紀末もそうだし、でもいろいろ教えてもらって友達に、その中で私やっぱり今語ってもないけど、セックスマシンガンズなんですね。あ、小学校6年生ぐらいの時かな。そう、もうドハマりして、みかみかみか、これかっこよくなるんだねみたいな、この歌詞すごい衝撃で、そう、セックスマシンガンズはビッグバンとかして、私その当時全然下手くそなんですけど、なんですけどね、なんですけど、ドラムやってて、へぇー、みかんの歌をドラムで文化祭叩いたの。だからね、影響を受けたバンドだったら、そうだな、日本のバンドはやっぱセックスマシンガンズですかね。へぇ、あとはもう、海外のメタルコアとかよく聞くんですけど、メタルコア、ニューメタルとか。でも、一番最初の入りは海外はね、ハロウィン。ああ、テーマ。ドメタル。ドメタル。両方のメタル。ドメタル。そうそう。そうなんですね。で、なんかここ最近、やっと、ディル・アングレイとか、そう、ケーキ用とかに、ショウさんの、もうやっぱデスボイスを練習しようってなった時に、みんなに絶対これ聞きなさいって聞いて、やっぱりさすがーっていう感じで、めちゃくちゃ最近勉強させてもらってます。その時はいろんな音楽趣味持ってる人がギュッと凝縮されてていいね。違いますもんね。はい。ゆいちゃん、ジャンヌに関しては触れなくていい。ヌルクがでもそれ考えたら一番古いのかもね。小学2年生の時にそれこそブラックジャックがもうアニメでやってて、その時に聞いたのジャンヌがはずだったんですよ。ただ当時英語が読めなかったんで、ジャンヌ・ダルクっていうバンド名までも分かんなかったんです。なんとかな、シット・ブラック・チェリーを知った時にジャンヌ・ダルクも同時に知って、そこからですね、ハマり始めたの。まさか、CD とかやっぱり多少やっぱ買ったんで、iPod はほぼ全曲になります。もうジャンナーだ。今でも大ですけどね、令和一の大事件でしたからね、ジャンヌダルクの。トップニュースが令和の確定じゃなくて、ジャンヌダルク解散の方がトップに来てた。本当に笑ったんで。そうだったかもしれない。この中でもさ、やっぱりこう、新しいこうアルバムとかさ、EP とか出してる時にめっちゃ頑張ってるし、これからもやっぱり音楽ね、みんなで頑張って続けていきましょう。